第17装甲的弾兵旅団は、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。第6装甲的弾兵士団霊下にあって、旅団司令部を自由ハン座都市ハンブルクに置き、旅団霊下部隊は、南部シュレースビヒホルシュタイン州一帯に駐屯していた。本旅団は、ハンブルク市から、家族旅団として扱われていた。1959年、A3 戦闘軍、A6 戦闘軍及び、 b 六戦闘軍のそれぞれ一部が結合し旅団が編成され、ハンブルクに司令部が置いて、第6総行的弾兵士団霊下となる。陸軍第二次編成期の旅団霊下部隊は以下の通りであった。1970年第16総行的弾兵旅団の第163総行的弾兵大隊が、フレンスブルクからリューベックへの移駐により、第172両兵大隊が、 旅団霊化に収まる。1972年に第176補給大隊は解体され、新たに第170整備中隊と第170補給中隊が編成される。陸軍第3次編成の枠組みにおいて第617両兵大隊は第171両兵大隊に解消される。陸軍第4次編成期の1980年における旅団霊化部隊は、 以下の通り、1981年に、第171装甲的弾兵大隊は、第171根性装甲的弾兵大隊に、改編される。1980年に、第1 7 9区戦車中隊が、第18装甲旅団に配点され、これに合わせて新たにリューベックにて、第1 7 9区戦車中隊が再編成される。1992年に、 1> 第170装甲工兵中隊と第171装甲的弾兵大隊は解体される。同じく1992年に第172装甲的弾兵大隊は第18装甲旅団に配転する。第173装甲的弾兵大隊は第7装甲旅団に第174装甲的弾兵大隊は 第16装甲的弾兵旅団にそれぞれ配点される。1993年最終的に第177装甲砲兵大隊を残して旅団は解体する。ありがとうございます。